厚田発電所は、かつて愛知県名古屋市厚田区に存在した火力発電所である。1915年より1944年にかけて運転された。明治から大正にかけて名古屋市に電気を供給していた名古屋電灯では、1910年に大型水力発電所である長良川発電所を完成させた。 これに伴い市内にあった過去町火力発電所は滑水時に備えた予備発電所とされた。しかしこの過去町発電所はボイラー、蒸気タービンやその他付属設備が老朽化して熱効率が悪く、発電所の位置が用水供給に不便なこともあって別に発電所を新設することとなった。そして富士製紙より市内や津田東町の土地を買収し、 1914年6月に、厚田火力発電所の設置認可を得て、直ちに着工。翌1915年9月25日に、竣工させた。30日に仮使用認可が下り、同年11月19日に、本使用認可が下りている。11月18日には、味噌の座にて、竣工披露式が挙行された。厚田発電所は運転開始当初3000。 キロワット発電機一台にて運転した。その後第一次世界大戦中の需要増加に対処するために増設が重ねられ、1917年11月12日に第二期工事として4000キロワット発電機一台、1918年6月7日に第三期工事として3000キロワット発電機一台が、竣工し、出力1万キロワットの発電所となった。 1921年、名古屋電灯は関西水力電気と合併して関西電気となり、翌年には東方電力へと解消した。この頃には需要の増加で厚田発電所だけでは陶器滑水器の供給力不足を補えなくなっており、その対策として東方電力では厚田発電所よりも大型3万5 0 0 0ットの 発電機を要する名古屋火力発電所を1925年に新設している。太平洋戦争中の1942年4月、厚田発電所は中部地方の配電事業を担当する国策配電会社中部配電へと出資された。この頃には廃止寸前、発電不能の状態になっており、金属回収に伴ってボイラータービンなどの設備は日本層だ。 三井化学工業へ譲渡され、1944年3月に廃止された。跡地は戦後1957年頃に東海木材総合市場へ譲渡され、本館は間もなく解体。残された煙突も1979年に撤去された。1927年時点での発電所設備は以下の通り、運転開始前の段階である1915年2月、 厚田発電所発電室の一角にて、名古屋電灯は、成功事業の事業化に向けた試験を開始した。製造試験は、フェロアロイ、炭素工、工具工と段階的に進められ、本格的な事業開始に合わせ1916年8月に、電気成功所が設立された。会社設立と同時に創業を開始した厚田工場は、厚田発電所の南に隣接し、 発電所廃止後も1950年まで創業していた。ありがとうございます。